ウィリアム・ケイシー・ブレイクは元 MLB の選手、宇ト右ミギアメリカ合衆国アイオワ州でモイン出身。1996年にトロント・ブルージェイズからドラフト7巡目で指名を受け、プロ入り。1999年8月14日に同球団でメジャーデビューを果たし、メジャー初ホームランなどを記録。しかし、その後は踏んだり蹴ったりでメジャーに定着できず。 もう終わりかと思われたが、2003年に故障で戦線離脱したリッキー・グティエレスの穴埋めとしてメジャーに昇格。17本塁打を放ち、メジャーに生き残った。その後、まずまずの成績を残し続けており、インディアンスの打線に欠かせない存在になった。2005年は昨シーズンに加入し、リハビリのために全休したアーロン・ブーンが復帰することと、 26失策した三塁守備の不安から右翼手にコンバートされた。2006年も主に右翼手としてプレー。9試合で一塁手もこなすなど器用さも見せる一方で右翼手、転校2年目ということもあり、外野守備についた93試合で、 失策数を前年の半分以下となる3つに減らすなど安定感を発揮。同年オフにチームが契約オプションを行使し来シーズンの残留が確定。2007年は若手有望株のアンディ・マルテとのポジション争いを制し3年ぶりに肖像類種としてプレー比較的打撃は低調だったものの18本塁打を放ち下位打線を支えた。 9月14日のカンザスシティロイヤルズ戦、17日のミネソタツインズ戦でサヨナラ本塁打を放つなど、持ち前の勝負強さを随所に発揮。また、一塁手と外野手もこなし、攻守両面でインディアンスのプレイオフ進出に大いに貢献した。2008年はインディアンスで三塁のレギュラーとして94試合に出場。打率、289.11本塁打。 58、打点という成績を残していたが、インディアンスが優勝争いから脱落していたことと、ドジャースが優勝争いに絡んでいたこととが重なり、カルロス・サンタナとのトレードで、ドジャースに移籍することになった。ドジャースでは、打率こそそれほど上昇しなかったものの、58試合で10本塁打を放ち、少なからず、チームに貢献した。シーズン通算成績は打率。 274.21本塁打81打点という成績だった。2009年は年間通じてドジャースでプレー。一時はシーズン打率が300を超えたこともあったが、最終的には自身初となるシーズン打率300を達成することはできなかった。シーズンでは打率280、十八本塁打十八打点という 打撃成績を残したほか、自身3度目となるオプス830以上を記録した。守備面では3塁手として134試合に出場し、守備率973、重失策という数字を残した。またわずかではあるが、1塁手、外野手としても試合に出場した。FA となった2011年12月にコロラドロッキーズと契約したが、 翌年の開幕前に解雇される。2012年5月8日に引退を表明した。ポジションは三塁手で、一塁手や外野手としてのプレイ経験がある器用な選手である。ありがとうございます。